おはようございます。本日はですね、今から、梅田に行くんですけども、まあ、行く理由としてはタイトルにもあった通り、嫁の誕生日プレゼントと結婚1周年のなんか記念として何か買わなあかんなと思って、僕やるつもりじゃなかったんですけど、まあなんかちょっとまあやっといてあげなあかんなと思って、まあこれも好感度アップ作戦ですよね。行きたいなと思います。ですね、もう大体目星のは決めてて、で1ヶ月ぐらい前から結構悩んでて、何しようかなと思って、でも嫁像から微妙になんかあのこれが欲しいみたいなのがなんとなくこうジャブで来るんですけど、なんかこのピアスいいよなとか、なんかこういろいろ言われてて、まあ、要はアクセサリーが欲しいっていうことを、まあ、ほぼ直接的に伝えられてたわけなんで、まあ、アクセサリーでちょっといろいろ調べとったんですけど、これいいなって思うやつが1個あって、今からそれを買いに行くんですが、まあ、今日はちょっときれいめな格好してて、まあ、ラコステのポロシャツに、まあ、こんな感じの、まあ、革靴とかリーガルとかパンツは自由なんですけど、またそれも動画説明欄にあの私服の紹介に載ってるんで、まあ、興味ある人は見てもらっていいんですけど、まあ、こんなきれいめな感じで行っております。まあ、なんでかっていうと、まあ、この後ですね、なんかあのご飯行くんですけど、でそこに呼ばれたので、まあ、一応サンダルとかあのショーパンではちょっと行かれへんなと思って、まあ、一応襟付きで長ズボンできたっていう感じで、まあ、僕の中ではどっちかというとそっちのがメインっていう感じなんですけど、まあ、あくまでも動画的には、プレゼントをメインにすることでより好感度を上げれるであろうという戦法のもと、プレゼントを買いに行きたいなと思います。では行きます。はい、それでは、大阪駅着きました。今からはですね、アーカーっていうネックレス、じゃあのピアスを買おうと思ってるんですけど、それが大丸にもあるし、であとグランフロントにもあるし、あと梅田、阪急梅田にもあるみたいなんで、まあそこをどっか行けば合うかなと思うんで、まあまずはですね、大丸に、向かってるところです。ではまず大丸のアーカーに行きたいなと思います。じゃん。はい、それではですね、無事あれから購入してきました。もう大丸行ってすぐもうアーカーが分かったんで、すぐアーカー行って、でネットで調べてて、なんかあの候補あったんで、で、まあ、2つくらい候補あって、両方見てみて、あこっちがいいなと思ったから、じゃあこっちでお願いしますって言って、なんかお姉さんにも当ててもらいながら、あそれいいっすねみたいな感じであの購入したという流れになります。でこれやったら嫁と絶対似合うなと思って、なんか18金の素材やけど、ちょっと先っちょにだけダイヤがある、まあ、めっちゃちっちゃいんですけど、まあ、一応ダイヤがあるだけでもまあちゃうかなっていうのと、まあ、18金やから手入れせんでいいっていうのが、まあ、嫁像にぴったりやなと思って、なんか透け取ってもくすまへんし、でダイヤが多少くすんできたとしても、それはまたアーカーに持ってたらタダでなんか磨いてくれるらしいので、あもうこれでいいやと思ってすぐ決めて、今からはですねカフェに行って、でまあ、どうせやったら渡すだけじゃなくて、嫁像になんかポストカードを一言添えて渡そうと思うので、今からカフェに行きます。じゃあ行ってまいります。嫁像には何を買うとかは言ってないんですけど、だいたい決めてはいてるみたいな話はしてて、まあ、最初はもう買わへんでって言ってたんですけど、まあ、あまりにも買わへんのはかわいそうやなと思って、まあ、ちょっとしたもんやったらいいよって言って買おうかみたいな感じで言ってて、嫁像は確か僕に AirPods を買ってくれてると思うんで、まあ、それぐらいのもんは買うわと言ってたんで、まあ、それを今から渡したいなと思います。じゃあ帰りましょう。なんでスマップ置いて、あ、スマップ置いて、よかったよ、うん、じゃあね、今これ動画撮ってみて、あ、そういうこと、やだ、やだ、やだ、ね、でも、もうこれ以上は何もない、あ、そうケーキも何もないし、あ、そう、大丈夫だろうね、これさっきね、このね、ブランド見てた。へぇ、ジュエリー、
ジュエリーかなでしょ。あ、違う。いいの？もうあるから。え、ピアスか。おい、わしのメッセージカードこれ置きっぱなしにしてるやないかい。あ、だって名前聞いてるからかなと思って。なんだろうな。アラマン。でしかも18金やから、またアラマンでいいし、ネックレス一緒やな。今からつけますわね。え、今つけておいて、明日誕生日の時はつけようかな。どっちでもいい。28歳だったらつける、うん、はい、という感じで、無事プレゼントを渡しました。かわいい。はい、ということでですね、まあ以上、今回が、嫁蔵の誕生日と結婚記念日は一緒の5月15なんで、5月14なんで、無事プレゼントを渡したということになります。ではですね、見てもらってありがとうございました。